ルシン・ダ・ウィリアムスはアメリカ合衆国のロック、フォーク、カントリーミュージックの歌手、ソングライター、ミュージシャンである。彼女は1978年と1980年に2枚のアルバムを伝統的なカントリーとブルースのスタイルでレコーディングしたものの、ラジオやメディア、また世間からはほとんど注目されなかった。1988年、彼女はセルフタイトルのアルバム、 ルシンダ・ウィリアムスをリリースした。この作品には、メアリー・チェイピン・カーペンターが後にカバーし、1994年に初めてウィリアムスに、グラミー賞の最優秀、カントリー・ソング賞をもたらした、パッショネート・キッシズをフィーチャーしていた。ゆっくり作業することで知られているウィリアムスは、数年後となる1992年に1枚のアルバム、 スイートオールドワールドをリリースした。そして彼女の商業的なブレイクは1998年のアルバムカーホイール・オーガ・グラベルロードで始まることとなる。このアルバムはロック、ブルース、カントリー、アメリカーラを融合させつつ一貫性のあるサウンドでコマーシャルなところは維持しているという独特なスタイルを持つ幅広い楽曲を収録した作品となっている。 グラミー賞にノミネートされた楽曲キャントレット号を含むカーホイールオーガグラベルロードはウィリアムズのこれまでで最大の商業的な成功を収めた作品となったアルバムは RIAA のゴールド認定を受け批評家からも広く賞賛されておりウィリアムズはグラミー賞の最優秀コンテンポラリーフォークアルバムを受賞したウィリアムズは3年後 好評をもって迎えられたアルバムエッセンスをリリースし商業的にも成功を収めている。アルバムの楽曲の一つである Get Light With God により2002年にウィリアムスはグラミー賞で最優秀女性ロックボーカルパフォーマンスを受賞した。ウィリアムスは一連のアルバムをリリースして以来より重要な存在としての賞賛と商業的な成功を収めている。 彼女は15のノミネートから3つのグラミー賞を受賞し、12のノミネートから2つのアメリカーナ賞を受賞した。さらに、ウィリアムズは1998年に VH1 のロックンロールにおける100人の偉大な女性で97位にランクされ、2002年にタイム誌によりアメリカのベストソングライターに選ばれ、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大なソングライターの79位に、 選ばれた。ありがとうございます。